はい、今週も始まりましたおかしょラジオ、おからじです。今週はね、実は平日とはいえ祝日なんですね。勤労感謝の日ということで、私ね、勤労感謝の日なのに、ここに1日、音楽のイベントの司会とね、このおからじの MC の仕事ということで、誰か私のことを感謝してくださいということで、おからじ今週も始まるよ。せーの、いつもあなたのそばにおかしょラジオ、いつもあなたのそばにおかしょラジオ、帯広の東の方にある素敵なお店、深夜0時の鐘が鳴るまで明かりが灯ってる、いつもあなたのそばにおかしょラジオ、いつもあなたのそばにおかしょラジオ、みんな一緒にいつもあなたのそばにおかしょラジオ、いつもあなたのそばにおかしょラジオ。はい、ということで改めまして、おかしょラジオおからじ、毎週水曜日の19時からお送りしております。司会は私、大恵子と久米田大と、おかしょイーストモール店店長の渡辺です。はい、スパッツ渡辺さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、世の中は勤労感謝の日ですが、ここにね、私よりもっと働いてるスパッツ店長がいらっしゃいます。いいです本当に毎週毎週毎日ご苦労様です。いいえ、こちらありがとうございます。今週もまたね、いろんな情報を、そうですね、はい、お届けということで、またお得な情報をお願いいたします。はい、情報を発信していこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。では早速ね、今週のテーマを発表したいと思います。今週のテーマは私の中の流行ということでね。はい、流行語ですね。はい、流行語大賞というのがね、毎年ノミネートされて、実は今年は12月1日に、流行語大賞のトップ10というのが発表されます。はい、もう実はね、その流行語大賞の30のキーワードというのが、はい、並んでおります。今年もいろいろ流行語というのがありました。まあ、こんなのもそういえばあったなっていうね、なんか1年間のイベント、思い出してもらうといいんですが、歩きスマホとか、まあ、ありましたね。ポケモン GO が出てからですね、そのいろんな事件が出まして、で最近だと、北海道日本ハムファイターズの相手だった日本シリーズの広島がよく使ってます、神ってるとかね。ああ、はい、ありましたね、それは。でこちらでも紹介した言葉が実は出てますね、あの、君の名はとかね。ああ、そうですね。はい、あと超常現象がね、そうですね、はい、それに伴った聖地巡礼なんていうのもそうですしね、もちろん他のシンゴジラですとか、ね、あんまりここで話していいのかっていう後ろ向きなお話もちょっといろいろありますので、はい、実は30個ね、全部紹介すると時間がなくなってしまいますが、今週はね、それぞれの出演者に今年の流行、あるいは流行語みたいなのを聞いていきたいんですが、はい、スパッツ店長、今年の流行語としてスパッツ店長的にはどんな言葉になりますかね。はい、個人的にはですね、やっぱり、まあ、おかしょということですので、そうですね、考えてみたらおかしょがオープンしたのは今年、そうですね、ですね、はい、はい、で、まあ、おかしょというですね、まあ、あの店名なんですけど、まあ、最初はちょっとなんだろうこの店はと、はい、いうことで、まあ、スタートしたわけなんですが、まあ、ここまで4ヶ月経ってですね、はい、はい、ライブカフェだったりですね、地域貢献ということで、いろんな方ですね、来ていただいて、はい、発信させてもらってますので、はい、僕の中でやはり流行語というのはおかしょかな、おかしょというところですね、はい、思っておりますね。でも、はい、帯広市民におかしょというと、もう あそこのことねっていうことで、余計な説明がもういらなくなってるというのは本当に社会現象にはなってます ね。それは嬉しい限りですね。帯広の社会現象ということでね、はい、はい、確かにおかしょというのは新しい言葉かもしれません。はい、はい、では私のね、流行語なんですが、私はハンドメイドというのが流行語なんです。昨今ね、はい、ハンドメイドブームとも言われてます。で私実は新しい作業場というのを立ち上げまして、本業はね、実は私アクセサリー職人をしてまして、5回目にして初めて私の素性を渡すんですけどね、はい、ハンドメイドの、アクセサリーを作ってます。で、アトリエというのも今年私実はオープンしまして、はい、そのアトリエの中も全部ハンドメイドで内装しております。すごいですね。はい、ですのでね、店長、お休みの日、はい、ぜひ
アトリエに遊びに来ていただければいいんですか、はい、ってぜひぜひ、はい、お越しになってください、はいはい、ここにねディレクター兼大家さんがいますので、はいはい、大家の早坂の許可もいただきましたので、ね、はい、ぜひぜひお願いしたいと思います、はいはい、ではね、これからもどんどん進めていきたいと思います。この後のね、出演者も私の中の流行というので聞いていきたいと思いますので、そうですね、はい、ではね早速先週ね風邪を吹いてお休みした、はい、あの人を呼びましょうか。あの人もっくんお願いしますさあ不意打ちでもうってなってますけど、もう出番です。そう、もうなの。あのねもうって言うけど先週放送に出なくてがっかりしてるリスナーさん結構いたのよ。いや本当にね。ということでまずはもっくんカメラの前で謝罪会見を開きましょうか。本当にね、はい、先週は本当すいませんでした、ね、で言ってねカメラの前今もっくん全然映ってないんだけど、はい、ダメだったねこれね、はい、後ろを振り向いてもまあ、もっくんの声だけでも載せていただければね。本当ごめんなさい、はい、本当すいませんね。はい、もっくん先週は風だったのかい。いや風なんでしょうねやっぱり、はい、風のところに歌ってたんですよ。あ、そしたら無理がたたってということで、悪化しましたね。はい悪化しちゃってシンガーソングライター喉が商売ですからね。そうそう、はい、やっぱりね風の時ってのはやっぱりね歌わないべきです。はい、まあ、シンガーが言っちゃいけない言葉なんだけど、はい、風を引かないべきです。それ以前に、ね、そうなんですよ、はい、ということでね喉の調子は今週はどうだったい。そうですね、まあ万全ではないですけどもね、はい、まあ、なんとかなんとか、まあ、先ほどもね、フィールミュージックという音楽イベントでモックも歌っていただきましたので、はい、その前に実はあモックいなくて寂しかったよってコメントでも来てます。ありがとうございます。やすこさんありがとうございます。ありがとう、はい、ということでモックにちょっと聞きたいことがあって、はいはい、私の中の流行ということで、流行ですか。モック今年で流行したのって何か流行に乗っかっちゃったものってありますか。流行乗っかっちゃったもの、はい、いやいやそんなないですね。そんなないですか。じゃあ私がマネージャーの立場から話してしまうとこの人ね時間のあるたびにポケモン GO ばっかりやってたんですよだからねライブ会場でいろんな場所に行くじゃないですか、はいはいはい、ある時ね目を離すとね道路の真ん中まで歩いていってるんですよ。あ危ない、危ないよ、危険です ね危ない。誰ですかそれ。でモックンが帰ってくるなり、はい、ピッピしかいないって言われて、あそうそうポケモン GO やってんじゃねえかっていう話でね見事に歩きスマホとポケモン GO2 つのね流行語を乗ってるということで事故とかですね。やっぱそうですね、あれはねありますので、はい、気をつけてほしいですよね、まあ、一応市道の真ん中だったっていうことと、もう車通りが一日何台もないようなね田舎道だったところもあるので、まあまあまあこちらはお咎めなしで済みましたけれども、はい、僕歩きスマホ絶対ダメよ。歩きスマホね、はい、あれはもうダメですね。はい、じゃあ、もくん、今日も一曲何か演奏してください。演奏しますか。はい、何をやりましょう。ジャンプやりますか。ジャンプをやりましょうか。はい、はい、ジャンプはもく一人で大丈夫なのかい。いや、パーカッションの入ってください。はい、わかりました。パーカッション入らせていただきます、はい、お願いします、はい、ちょっと行ってきます。はい、お願いします。ありがとうございますね、いつもカホンね、はい、叩いてくれて。ちなみにね、もくんの流行語っていうのは流行語、流行語は個人的なことで言うと僕ですか。ありますか。いやそうですね、全道ツアーですかね。おーすごいですね、やっぱ流行語ですね、僕の中では流行語ですよ。なんかスタンバイできたみたいです。あーもうできたんですかもう喋らなくて大丈夫です。大丈夫、あ大丈夫、はい、あ分かりましたできたみたいですしたらじゃあ久米田さん、あ入っちゃってください。もう入りましたね、もう言わずもがなんですよ本当に。このジャンプの歌ね、じゃあ行きますかね、そろそろね、はい、じゃあご紹介します、はい、僕くんでジャンプお聴きください、どうぞ。風に揺れるあの日のブランコ、気がつけば僕は一人きり、ガラスの靴も残さない、君を見失ったまま、君は捨てられながら前髪を切りすぎたと映った僕が手間ながら口にする夢を風が書き消した。
きりガラスの靴も残さない君を見失ったまま意外と体力使うんです。はい、では、早速次のコーナー行きましょう。はい、はい、スパッツのバナナナイトということでね。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ここからはスパッツ店長の方で、はい、お菓子の、はい、情報を、はい、はい、何回も言いますけど、タイトルと、全く関係ございませんので、はい。僕の、コーナーではですね、イベントの情報発信とですね、さまざまな商品の紹介をしていこうかなっていうふうに思っております。はい、イベントと商品の紹介ですね。はい、で今回ですね、はい、今週末ですね、の、イベントの情報をですね、はい、ご紹介しようかなというふうに思っておりますので、はい、はい、まず、日曜日、日曜日11月のですね、はい、27日、はい、11月27日、はい、時間が4時から、4時から、はい、はい、おカフェバンドということで、はい、おカフェバンド、おカフェバンドということですね、はい、楽器がですね、尺八とアコースティックギターの、はい、バンドの3人組ということでですね、はい、異色の組み合わせなんですが、尺八とアコースティックギターのバンドですね。なかなか聞かないですよね。なかなか聞かないですね、はい、で、尺八とアコースティックギターの、まあ、コラボというか、はい、まあ、それで、音楽をですね、送りさせていただこうかなというふうに思ってますので、はい、偶然なんでしょうか、これおカフェバンドというのがお箇所のカフェで行われるということで、あ、そうですかね、そうですね。まあ、そこで結成したと、いうことなんでしょうか。なるほど、おカフェのカフェでおカフェなのかというのを本人たちにぜひ聞きたいところですね。そうですね、それは当日ですね、はい、来ていただければ、はい、ぜひこの場所にぴったりなお名前ですので、お聞き、はい、してですね、情報をお送りすることができるかな、はい、どんなことが奏でられるのか非常に楽しみですね。楽しみですね、はい、でさらに、ちょっと先の話になるんですが、はい、11月のですね、12月ですね、はい、12月の3日、はい、12月の3日ですね、はい、土曜日ですかね、はい、はい、の浜上恵理子さん、はい、浜上恵理子さん、はい、ね、ピアノコンサートがございます。はい、で時間は12時から、はい、お送りさせていただきまして、12月3日12時から、はい、12時からですね、はい、はい、で浜上様だけじゃなくてですね、はい、キッズたちもですね、お子さんたちも、はい、一緒に来ていただけるということですね、はい、演奏していただくということで、うん、はい、なのでリトルピアノピア リズムっていうんですかね、ちょっと弾き
慣れない言葉なんですけど、はいはい、リトルピアニズム、リトルピアニズム、はい、でもそういうようなあのことでコラボして、演奏をお送りできるんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、はい、12月の3日の12時からとなっていますので、はいはい、これが浜上恵理子さんのピアノのコンサートということですね、はい、はい、同日なんですけど、はい、12月の3日のですね、こちらは3時からですね、はい、はい、ラビタイムという、はいはい、先週もちょっとお伝えしましたね、そうですね、はい、サックスのプレイヤー4人です、4人組ですね、はい、はい、サックスカルテットということで、はい、画面を見たところソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックスの4本ということで、そうですね、いわゆるサックス4重奏ということで、そうですね、トカチで活動するサックスプレイヤーの方々らしくて、うん、でジャズとかクラシックだったりっていうのですね、はい、うん、あの異なる音楽をですね、お送り、できるんじゃないかなというふうに思ってますので、はいはい、これね、サックスが4本集まると音域がかなり高低メリハリがつきますので、そうですね、いろんな曲奏でていただけると思います、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、さらに翌日の日中、はい、12月の4日ですね、はい、森、光信 with 芸仙人という方ですね、はい、森光信さん、はいはい、こちらのピアノコンサートがメインなんですが、はい、はい、まあ、様々なんですね、音楽をやられてるということでお聞きしております、はい、これ、はい、イベント写真見てるんですけど、ピアノのコンサートの割にはこれ赤富士をバックに ね、 そうですね、皆さんこうずらーっと、演劇のような感じの、ね、そうですね、ポスターなんですけども、はい、ピアノということで、そうなんですよ、はい、でなんか聞くと学生時代から組んだなんかバンドみたいらしくてですね、で、あの帯広舞台に活躍されてるみたいなことをおっしゃってましたので、はい、はい、じゃあ、12月の4日の1時と3時の2回ですね、2回公演ですね、はい、ございますので、はい、ぜひ来ていただければな、13時の回と15時の回ということですね、はい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 、イベントは、以上となっております、はいはい、さらにちょっと SNS の、はい、情報ですね、ここでちょっとお送りさせていただこうかな、はい、SNS と言いますと、はい、おかしょさんではですね、はい、Facebook の方やっておりまして、はい、今27日の日曜日までなんですが、はい、ドトールで販売してますいちごのケーキタルト、いちごのケーキタルト、はい、はい、が50円引きで、50円引きで、ご提供させておおります、はい、はい、Facebook のですね画面を掲示していただくと、50円引きになりますので、はい、ぜひ、ね、箇所の Facebook をですね見ていただいて、はい、そのままお会計するときに、画面見せていただければ50円引きになります、はい、今スマホで Facebook やられてる方非常に多いですのでね、はい、スマホの Facebook のページから箇所の画面を、はい、お見せいただくと、そうですね、いちごのタルトが50円引きということで、はい、ということになりますので、ありがとうございます、使っていただければなと思っております、はい、はい、ぜひぜひ、はい、そしてね、スパス店長、はい、何でしょう、ここに乗っかってる可愛らしいものがね、気づきました、私もちょっと気になるんですひょっとしてちょっと急遽用意させてもらったアイテム情報というのはこれのことなんですかね、そうなんですよ、はい、はい、ちょっとですね、個人的な Facebook にもですね載せてるんですが、はい、ちょっと雑貨でちょっと可愛いなっていうものをですね僕個人で選びまして、はい、ちょっとここにディスプレイさせてもらってますあ、そういうことなんですね、はい、はい、で、ですね、これ何かというとマグカップと、カップ、のですね、2ペアのですね、はい、雑貨なんですね、これはちょっと失礼します、はい、頭を取ると、あ、なるほど、帽子見たくなってるんですよね、湯飲みのようなカップと、あとは帽子は蓋付きの、はい、これマグカップになってるんですね、あ、なるほどね、はい、こういう感じになってますね、はい、はい、もしコーヒーだったりお茶だったりとかですね、はい、恋人同士とかご結婚されてる方とかですね、これね、2つあるとすごい便利なんですよね、はい、そうなんですよ、ちょっとクリスマスということで色も赤とですね、はい、緑色が、あ、いわゆるクリスマスカラーということになってますので、はい、こちら T42 というですね、はい、名前の雑貨になってますので T42 ですね、はい、なので個人的に推している雑貨ですので、はい、はい、お菓子は本、それからカフェ以外にも雑貨、はい、そうですね、文房具、それから蔦屋さんなどもありますよね、はい、幅広くありますので確かにこれは見たことがあります、はい、私もちょっと可愛いなと思ってましたので、ぜひクリスマスプレゼントとかにですね、はい、買っていただければなと、はいはい、お値段は500円
はい、税抜き500円ですので、はいはい、意外とお手頃な価格だったんですね。リーズナブルなんですよ、はい、私値段も見ずにちょっとスルーしてましたが、はい、今度中をちょっとよく見させてもらいます、はい、こんな感じでちゃんとね、ポットの中には茶こしなんかも入ってますので、ね、本当にあの葉っぱからの紅茶ですとか日本茶入れてもいいですね。そうですね、はい、何でも使えるかなと思ってますので、はい、ぜひ、はい、興味のある方見ていただければなと思ってますので、はい、私も今度からはぜひ中まで調べてみることにします。これは非常に興味深い品ですね、はいはい、雑貨コーナーにありますので、はい、ぜひ見ていただければなと思ってます、はい、でさらにはあのクリスマスの包装紙ということでこういうあれですね、普通の包装紙でですね、はい、あのラッピングできますので、はい、ぜひ行っていただければ、はい、無料でやってますので、これはレジの時に行っていただければ。そうですね、お会計の時にクリスマスのラッピングでということで行っていただければ、スタッフがですね、はい、あのご提案していただけますので、はい、その時に行っていただければ、はい、用意させていただきますので。いや、私もお菓子のレジはよく使ってるんですけど、レジの方の対応が非常に素晴らしくて、わざわざ裏に戻って、はい、裏のところに戻って放送して戻って帰ってくるという形ですよね、そうなんですよね、はい、非常に仕事が丁寧で、はいはい、こういう可愛いのもですね、お子さんは喜ぶんじゃないかなって思ってますので、はい、クリスマスの放送と言っていただければいいわけですね、はい、そうですね、はいはい、ありがとうございます、はい、以上でちょっと僕の、はい、情報は終わりとなっております、はい、スパッツのバナナナイトということでね、はい、お送りしていますけれども、はい、来週もまた、はいはい、お得な情報をぜひお願いしたいと思います。はい、はい、ではスパッツのバナナナイトの次なんですが、音楽家たちをちょっと集めてみましょうか。実はね、今日もなんかゲストが来てるらしいんですよね、はい、そうですか。ちょっとゲストをお呼びして、はい、もっくんの方にマイクを渡しようかなと思います。じゃないともっくんの進行がグダグダになっちゃうので聞きたいことが聞けなくなっちゃう場合もありますので、そうですね、はい、まずは音楽家たちカモーン、もっくん、それから T ラビットソンのお二人、はいはい、で、ゲストの方もどうぞどうぞ来てください。行きましょうか、はい、じゃあね、ま、せっかくですからゲストの方にマイクを持っていただいてね、お話をして、でもっくんに渡します。今日のゲストはね、森かなえさん、はい、札幌中心にね、音楽活動されてる方で、今日午前中のお昼からのイベントですね、フィールミュージックというイベントでも歌っていただきました、はい、ありがとうございます。じゃあこの状態でもっくんにマイクを渡しますので、はい、はい、もっくん拙い言葉でお伺いするかもしれません。もし何かあったらね、もっくんも俺のこと呼んでね、はい、じゃあマイクを渡します。じゃあもっくんよろしくね。了解です。あ、無音、はいはい、はいはい、あ、これ入ってますね。いや、どうも森かなえさん、はい、座ってもいいですか、ね、どうぞお座りください。はい、ありがとうございます。後ろから失礼します。失礼します。先ほどまでね、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。いや、本当にね、上を向いて歩こうも歌っちゃってね、あ、歌いましたね初森かなえさん、すごいですね、はい、大会ぶりがすごいですね、本当に、とんでもないです。 KWC じゃないですかカラオケワールドチャンピオンシップス、はい、略して KWC です。あ、 KWC、はい、北海道代表、はい、日本大会決勝出場、いや、はい、すごいすごいですね。いや、もう2年も前なので、これ2014年なんだ、はい、そうなんです。へえ。で、次の年にドサンコ歌唱、はい、去年ですね、はい、ドサンコワイドに出演したと、出させていただきました。いや、いいですね、僕も出たいな。あの STV ホールでこう歌ったんですよ。お絵かきですよとかじゃなくて、あ、いやいやいや、そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、はい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 、はい、歌う方ですよね。お絵かきですよで歌ってる人見たことないですね。ごめんなさい。してその次の年にまたこれ、はい、日本カラオケボックス大賞、それは今年準グランプリ、はい、何月ですか。いや、これね、7月です、ね、もう最近ですね、まだ。これついこの前だもんね。そうなんですよね。あ、すごいですね、はい、僕この大会出てないな。へ、あ、また来年もおそらくあると思いますので、はい、ぜひ。これさ、準グランプリ取ったらもうやっぱ出れないとかある？いや、ないと思います。はい、結構何回も大会に出て、それでも賞にやっと入ったっていう方とかもいたりとか、なかなか入れないって方もいたりとか、いろいろなんですよね。ラビットさんの運が入ってくる。これね、このスピーカーの後ろでは全く分かんない。返しがないからね。そうそうそう、今ね、返しからめっちゃ、うーんって。
して保育士シンガーですか。はい。いや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 、すごいですな。はい。これはたまらんですぞ。そして今ね、歌ってくれるということなんですよ。はい。お姉さん歌ってくれるんですか。はい、歌わせていただきます。じゃあ歌いっちゃいます。OK ですかね。もう歌いっちゃいますか。はい、どこで歌います？ここで立って歌いますか、ね。はい。それがもうずっとカメラ目線で。いや、ちょっとそれはきついですね。それは危ないです。あ、危ない。じゃあ行きますか。はい。では歌っていただきます。はい。はい、それでは森かなえさんでありがとう。ただここでね、はい、大敬に変わります。はい。
いや本当にね、いい歌をありがとうございました。ね、第1部で1時から、ね、はい、お待ちいただいて、こんな時間まで本当にね、来ていただいてありがとうございます。ちょっと一つ、はい、あのみんなで、ね、この3人ありがとうっていう曲を作ってるんですよね。あ、そうそう、 T ラビットソンはさよならありがとうっていう曲、モックはね、ちょっとカッコつけて英語でサンキューっていう曲をね、つけてます。で、森さんはありがとうということでね、はいはい、うん、ありがとう三兄弟でね、どうですね、長男、次男、長女みたいな感じでね、何か通ずるものが、はい、ね、ありますね、はい、ね、で、一番ね、このありがとうの中ではすごい声が綺麗だったんでね、安心して聞けました。はい、特にね、長男のね、あ、次男か、次男のもっくんのありがとうの MC を聞くとね、ちょっとイラッとしますので最近ね、いや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 、あれね、あれね、ちょっと、じゃあサンキューを歌うつもりでさ、ちょっと MC やってもらうよ。あのね、その、なんていうんですか、いつもみんなが聴いてくれてるから、僕は歌い続けることができるんです。はい、そんなことを思ってましたら、サンキューって思えた。そして、サンキューっていう曲ができました。笑ってるよ。失笑のしたい笑い。聴いてください。サンキュー。じゃあ、はい、こういう感じで。あのコアなファンの中にはこの MC はもうお決まりなので、これを聞きたいがために最後はサンキューでお願いしますっていう人も、ね、僕の中では結構普通な感じのね、あれなんですよ、はい、セリフなんですよ、はい、ということでね、はい、まあ、あのぜひね、あの帯広に来られたら、はい、またこちらで歌を歌っていただければなと思います。はい、で、せっかくですので森さん、もうちょっと時間ありますので、はい、今後の予定がなんかちょっとお伺いしてもよろしいですかね。そうですね、今後の予定はちょっと基本的に札幌の方でライブをさせていただいているので、はい、12月の4日の方で、はい、4日の方で12月の4日の4日の方4日の方で、はい、はい、あの4日の方でですね、はい、ライブがありますね。はい、4日の方で、12月4日の方でライブがあるということでね、はい、札幌近郊の方、森かなえさんで、はい、検索をすると何か出てきますかね。そうですね、はい、基本的にツイッターでやって、はい、更新をさせていただいてるんですけど、はい、出してもいいですか。あ、もう全然出してもいいです、森かなえさん、せっかくね、こうやってフライヤーもありますので、はい、まあ、基本的にツイッターの方でライブ告知をしてたんですけれども、はい、この度 LINE で、はい、なんかこう作ってこちらの方でも更新していこうかなと思って、はい、ぜひぜひ、はい、で、カラエさん、もしよろしかったらそのフライヤー、はい、後ほどこちらでお預かりしてもよろしいですか。はい、お願いします。岡昇ラジオのホームページ、ツイッターもありますので、はい、そちらで画像を出して、はい、告知させていただきたいと思いますので、ぜひぜひ、ここまでね、かなえさんに出させてもらえたら、こちらも受けさせていただきますので、はい、はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。本日のゲストは森かなえさんです。もう一度、拍手お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ポクンとティーラビットソン先生には、もう一度、出てきてもらいますので、はいはい、その時にまたお願いします。またですね。はい。わかりました。帰り足引っ掛けたりしないようにね。あ、はい。私今日2回転んでます。いや、どこもいい話ですけどね。危ない危ない。はい。危ないよそれ。さあ、そういうね、体の不調を訴える時にはこの方をお呼びしましょうか。高岡先生のコーナーです。スパッツ店長と一緒に、またね、今日の体サポートの話を聞かせてもらえると思います。ではスポーツ選手をよろしくお願いします。高岡先生にはではこちらのマイクを渡してますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは。はい、こんばんは。1週間ぶりですね。そうですね、寒さになりましたね。いやー、そうですね、今日は、寒いですね。はい、体の芯が冷えますね。寒いです。はい、ちょっと昨日、はいはい、ちょっとラジオ聞いてたんですね、はい、ちょっとお菓子のスタッフが絶対コンクールの最優秀賞を受けたというお話を伺いまして、はいはいはい、すごいですよ。なんか聞きました、入社されて9ヶ月目でもう最優秀賞を取ったという若手男性の方がおられる話をラジオで聞いておりまして、はい、うちの社員なんですが、すごいですね、はい、そうなんですよ。手島くんって言ってですね、はい、まあ、レンタルの社員やってるところなんですけど、はい、最優秀賞接客コンテストで取りまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ僕じゃないんですけどね。いやいや、それはスパッツ店長コース僕じゃないんですけどね。上司の優秀な人がもう後輩癖をしっかりしたということで、まあ、ラジオウィングですか、はい、ウィングのラジオの方で、
お会社の PR をしたっていうふうに報告も受けてますし、だからその後懇親会も行って、なんか鍋を一緒にこう食べてきたっていうのも、笑顔で帰ってきましたね。それで、はい、これから鍋のシーズンですね。はいはい、はい、鍋、寒い季節になりましたね。そうですね、はい。で来月になると年末に入る、ね、忘年会もしくは年明けて新年会の季節が、もう早いところではもう11月からやってる企業さんとかありますからね。はい、はい、一発にも忘年会はされる予定が、もうあの店では終わりました。あ、終わったんですか。終わりました。あ、無理ですよ。はい、もうあの忙しくなる前にやっちゃおうということで。そうだ、ちょっと出てましたね。はい、ちょっと記事見ました、見ました、はい、個人の Facebook の方でも、はい、やってますっていう感じであげちゃいました。だいぶ飲まれたんですか。でそうですね、その時は、ビール4杯ぐらいと、あとは日本酒をその後飲んでましたね。熱燗ですか。いや、練習でした。あ、練習ですか。はい、あ、そうですか。これが熱燗の季節になると思いますね。美味しいですよね。美味しいですね、はい、結構飲まれる方スイーツ。やっぱ日本酒はやっぱり飲んじゃいますよね、はい、飲むんじゃなくて最後は飲まれたんですか。溺れたんですか。いや、そこまでは言ってないですけど、なかなかちょっといい感じにこうそうですね、ふらふらした感じになってました。その時2日目にはならなかったんですか。いや、でも僕2日目になりますよ。はい、やっぱ頭痛かったりとか、やっぱその次の日は体調がやっぱ良くないですね。あ、抜けないですね、やっぱり酒が。なるほど、うん、その時の対処法とかを何かご存知ですか。対処法ですか、はい。いやもう常にずっと水飲んでますけどね、僕は。ああ、いいことですね、はい、まあ大事ですね。水をずっと飲んで、はい、なんかこう、なんていうんですかね、柔らげてるような感じになってるっていうか。それ、ちなみに食べてる時も、あの飲んでる時も、うん、飲んでます水。飲んでる時も飲んでる。あの、お酒を飲んでる時にも水飲んでます。あ、飲んでないです。あ、これは2日目になってからですね。なってからですね。それはですね、はい、遅いですね。でもよくあれですよね、お酒飲んで、まあ、帰宅したら、まあ、水一杯飲むと全然違うっていうふうに言いますし。あ、それは、はい、確かにそうなんですけども、その以前からですね、うん、お酒を飲んでる時から水も飲んでる、はい、あ、その方がいいってことですか。そうです。なんといっても、はい、脱水症状になってしまうので、うんうん、ならないために水を飲んでおくんですよね。脱水症状ならない水を飲む、うん、お酒飲むとトイレに行きたくなるので、はい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 、それで結局体の中の水分が抜けちゃうので、はいはいはい、抜けないために水分を補給もしておくんですよ、はい、あ、じゃあ、まあ、ビール飲みながら水を飲む。そうですね、まあ、大体目安としてはお酒一杯に対して水コップ一杯。ああ、結構な量ですね、それは。そうですよ。まあまあ、そこまではおかげさけど、それくらい飲んでおけば、はいはいはい、絶対的に二日酔いにならないです。ああ、なるほどなるほど。だから、宴会、まあ、お酒を飲む前の段階から始まっていくんですよ、うん、前の段階、まあ、準備して、はいはいはい、で、飲んでる最中、はい、終わった後、はい、で締めの二日酔いの朝になった時にどうするかっていうパターンなんですね。ああ、なるほどなるほど。2日酔いの朝どうするか。そう、そこまで行ったらもう全然大丈夫です。あ、そのまあ起承転結じゃないですけど、はい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 、もうその順番の、はい、に行っておくことを行っておけば大丈夫と思います。それはまあ、なんていうんですかね、人それぞれっていうことではならないですか。体質とかそういうことにはなったりとかしないですかね。そうですね、まあ飲む量はそれぞれどれくらいだとかいろいろありますけど、はいはいはい、まあ、一定のルールっていうのがあるので、それを間違わなければまあ二日酔いにならない。ああ、なるほどなるほど、そういうことですね。まあ、初めに多分あの乾杯するときに突きっ腹にすると思うんですよね、はいはい、結構、まあ、欲しいっていう感じするじゃないですか、はいはいはい、でもそれって感じるだけであって体にはすでに負担になってるんですよね。突きっ腹になってると胃にもう傷つけたりとか、いわゆる負担をかけてしまうので、はいはい、まあ、少しお腹に物を入れておく、炭水化物とか脂肪分のものを食べておくと、胃を保護するので、はい、もう1杯目から美味しく飲めると。あ、まあ、よくあれですよね、まあ、いい空っぽにした状態でお酒飲むと、まあ、悪酔いするとか。そうですね、
まあ、そういうことも、言いますしね、はい、まあ、そういう感じで飲んでみます。で、こっちでもやっぱ水を飲んでもらって、はい、で、終わって帰ってきたら水としじみの味噌汁、しじみの味噌汁、はい、はあ、あのしじみの中にはビタミンとミネラルがあって、はいはい、肝機能を向上させてくれるんですよね。ああ、それしじみがいいですか。そうです、しじみと味噌汁が、しじみの味噌汁が一番いいって言われてます。あ、そうなんですね、はい、そのわかめの味噌汁じゃダメなんですか。ダメですそれでダメなんですか。いや、まあ、それは好みがあるのでしじみは食べれないっていう人があったらしか仕方ないんですけどなるほど。で、それを寝る前に飲んで、まあ、飲むか食べるかして、で次の日になって、ビタミンとミネラルを取ってもらうんですけども、はい、その時には柿、これからの季節、柿、柿、柿がたくさんミネラルとか含まれているので、はい、朝起きた時に柿って、あの果物の柿、そう、柿の、あー、なるほど、魚介類の方じゃなくて、はい、あ、その果物の方、果物の方ですね、はい、そうですよねあ、柿を食べる、はい、っていうことで、まあ無理だったら緑茶とかあとオレンジジュースを朝食に取られると肝機能が働いて、まあ午前中少し残ってる二日酔いが、うん、もう午後にはすっかりなくなっている状態になるという感じですね。柿じゃなくてみかんとか、はい、まあ、今季節、まあ、みかんとかですね、はい、あとはまあなんかバナナだったりとか桃だったりとか梨だったりっていうのはダメなんですか。あ、っていうのもまあいいんですけど、ビタミンとミネラルが多く含んでいるという意味では柿が一応第一候補に上がって、その栄養分的なものを、まあ、あれこれ取るよりかは一つのものでいいという感じなので、まあ、これからのまだ新年会あると思いますので、はい、まあ、それで少し対応していただければ、はい、先ほど言ったような2日目にはならない、なりにくい、もしくは絶対的にならない場合がありますので、はい、有効活用していただければと思います。なかなか一人暮らししてると柿を食べないんですけど、そうですね、はい、ちょっと買ってきますね、はいはい、やってみてください、はいはい、ありがとうございます。そうすると体もいい感じになりますので、はい、であとは日頃からビタミン系も取っておくと、はい、あの肝機能も向上しますので、はい、いざっていう時にも、まあ、あの飲んでも大丈夫かなっていう、体を鍛えることもできますので、うん、そういう食生活もちょっと基本的にやってみてください。はい、わかりました、はい、参考になります。はい、2日目についてお知らせしますので、はいはい、これからのシーズンになりますので、どうぞ皆さんも試してみてください。はい、参考になりますね、ありがとうございます。はい、はい、高子先生ありがとうございました。高子先生、今週のテーマはね、私の中の流行ということでお話ししてるんですけど、はい、高子先生的になんか流行に乗ったとか自分でマイブームになってるものってあります？あ、ありますね。あの新書って言って、新書、はい、心の心を書くって書くんです。心を書くって書いて新書って言うんですけど、いわゆる自由に文字を書いていく。ちょっと何言ってるか分かんないのでもうちょっと詳しくお話ししようそうです、そう、新書っていうのは自分の心の中を、あ、違います違います、新書っていう書き方があるんですよ。書き方があるんですか。そうそう、普通に、まあ、あの常識、一般常識に、まあ、例えば文字とか書くにも、はい、形ってあるじゃないですか、その形にとらわれずに好きなように書くんですよね。字の形もじゃあそうなりの形で書くということですね。例えばそれ、あの新書で検索すると出てきますかね。出てきます、はい、ちょっとね難しい話になっちゃったんで私もいきなりははってなっちゃいましたけど、わ、はい、かりやすいのが、はい、あ、書きますか、書きますか、ね、あ、じゃあ高岡先生後ほどこれ Facebook に上げていきますのでぜひお願いします、はい、はい、高岡さん、じゃあまた来週も、はいはい、ためになるお話聞かせてください、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次のコーナーは手帳、はい、我らの、論の読み聞かせコーナーですね、はい、このコーナーが始まるとなぜか人だかりができるという、そうですね、ロンさんの読み聞かせのコーナーですね。いや、どこにいらっしゃるんでしょうか、はい、では業務連絡ロンさん、ロンさん、大久保さん、大久保さん、ぜひステージ中央までお越しください。さあ、ティーダビッドソンがね、ピアノであ、来た来た来た、ダッシュできましたよ、ちょっと来ましたね、業務連絡してみるもんですねはい、はい、ではロンさんの読み聞かせ、ちょっと息が上がるまでじゃあラビットソンさんにピアノをお任せしますよ。あ、そうですね、はい、早いです早いです、早かった、
できたら言ってください。はい、はい、準備できました。こんばんは。こんばんは。ロンです。だからすごい評判いいですね。いやー、ありがとうございます、はい。まあこんなにいいとは夢にも、うんうん、まあ、あの2回目あたりでもうやめますっていう宣言があったみたいで。そうですね、もうやめたと、言ったかもしれませんが、ね、やっぱり今年いっぱい、まあ、評判が良くてやっぱり続けてほしいという声が、ね、やろうかなと ありましたので、やっぱりこう聞きやすかったりですね、やっぱり選手がいいかなと、ありがとうございます、僕の中では思ってますので、今回も面白そうな絵本を紹介してくれるかなというふうに思います。全て一箇所の自動書庫内に在庫としてある商品になりますので、はい、もしよし、よければ購入いただきたいなといつも言ってますがお願いいたします。そうですね、はい、今回そろそろいいですか、はい、紹介しますか、はいはい、で今回で、ね、紹介する絵本は何でしょうか。はい、今回はですね、サンタの1年生、あ、じゃあ1年です、生はつきません、はい、で裏にがですね、トナカイの1年で、これはですね1冊の本で、なんと内容がですね2冊分になっているという、こういう本がですね、もしかしたら欲しいなというような人がいましたらですね、ぜひですねこういう本があります。まあ表裏が、まあ、どっちが表裏っていうことはないんですが、どちらからでも表からでも読んでもいいですし、後ろ側から読んでも内容が伝わります。で最後はですね、ちょうどですね本の真ん中でドッキングして話がですねつながっていくんですよ。サンタの1年っていうところから読んでも、トナカイの1年っていうところから読んでも真ん中でぶつかります。そういった本なので、ぜひですね、ちょっと面白いなという感じもしますし、じゃあどういう内容かというと、サンタは12月24日、クリスマスイブの日に、まあ、プレゼントを渡すと。じゃあ、24日以降、12月24日以降ですね、1年間何をやってるんだというような内容の話です。で、サンタの12月25日以降からの1年間と、トナカイの12月25日以降からの1年間の内容が出ております、はい。で、そうですね、ここでですね、今日はですね時間が許す限り最後まで読んだ方がなんかね話がですねしっかり伝わって、いくのではないかな。今までちょっと途中でやめててなんかもったいぶってたような、感じもしましたので、今日はですね時間が許す限り、いいかなと。いいですか、赤ちゃん、時間になったら言ってください、はい。それではですね、まずサンタの1年から表ページですね、まあ、簡単に、あ、そうですね、はい、これちょっとそれではですね、サンタの1年という児童書になります、対象年齢がですね、2、3歳から、お母さんがですね、お子様に読み聞かせてあげるのが一番いいかなと思います、まあ、6歳ぐらいになると、まあ、1人で読めるかなとは思いますが、それではまず1ページ目ですね、はい、それでは始めます、クリスマスが終わると冬の間、サンタは子供たちからのお礼の手紙を読みながらのんびり過ごしています。これ12月25日以降ですね、はい、次のページですね、2ページ目、はい、2ページですね、春、返事を書いて、3ページ目、夏、今年のクリスマスのプレゼント作り、4ページ、次は秋です、まだまだプレゼント作りに大忙し、はい、5ページ目、はい、12月になるとクリスマス準備の追い込みです、はい、次のページですね、はい、そして12月24日の夜、次のページです、
ノックする音です。8ページ目、はい、やあトナカイくん今年もよろしくね。でこれで、ね、サンタの1年です。続いてトナカイですね、一番後ろの方からちょっとお願いいたします。はい、1ページ目ですね。クリスマスが終わると冬の間トナカイは本を読んだりお菓子を食べたりのんびり過ごします、はい、春なまった体を鍛え始め、夏はもっと体を鍛える。はい、次は秋になります。秋さらに磨きをかけて、はい、次12月になるとクリスマス準備の追い込みです。はい、そして12月24日の夜、はい、7ページ目、コンコンドアをノックします。最後です。最後です。やあトナカイくん今年もよろしくね、ということで、真ん中でちょうどぶつかります。はい、それでですね、最後ですね、まあ、こういった表紙になってさらにこう開けることができて、サンタとトナカイが夜の街を、飛んでいるという格好で終わります。はい、まあ、こういうようなね、すぐ読むことができる、まあ、時間的にもですね、多分お母さんがお子様に、読み聞かせをしても10分以内で終わるのではないかというような作品になっております。はい、まあ、今日の、ね、紹介は、そういった本の紹介になっております。はい、以上です。全部読んでそれではですね、まだちょっと時間あるということで、はい、何かありますか。じゃあ、時間があと2分あるということですので、先ほどちょっとですね紹介できなかった、ものをですね紹介しようかなと思ってるんですけど、はい、何でしょうか。ですね、レンタルの、ああいいですね、はい、ちょっとエコートークですね。これはもうスパッツの、はい、僕のおすすめ、おすすめ、おすすめ商品ということで、まずはブルーレオまさとブルーレイ、ブルーレイを持ってきましたね。はい、旧作の商品なんですが、はい、ですね、デビッド・フューチャー監督のですね、ゴーガールっていうのがありましてですね、僕これ最近見た映画なんですが、デビッド・フューチャー監督って多分皆さん知ってるかなと思うんですが、セブンだったりですね、ファイトクラブだったり、最近で言うとそうですかね、ドラゴンタトゥーの女の子ですかね、まあ、そういうので記載の、映画監督の作品なんですが、ぜひですねこのモンガールっていうのを見てもらいたいんですが、結構二転三転する、ドラマの映画でして、まあ、人間の、まあ、ドラマっていうか、まあ、婚約者がいて、まあ、それで裏切られてとか、でその裏切られた女性がさらにその男性を裏切って復讐していくとか、まあ、そういうような話なんですが、まあ、女性が、まあ、女性にフォーカスした映画なのかなと、興行収入もですね、あ、はい、すいません、はい、はい、大丈夫ですかね、はい、2015年に映画化になった商品でして、はい、その時興行収入もすごい出したというような作品ですので、これはあれですかね、1でありますか、はい、1枚ではなくて、何枚くらい、数枚数ありますので、レンタルのドラマコーナーにですね、レンタルのドラマコーナー、はい、にありますので、ゴンガールという商品ですね、はい、なので何本ぐらいのあれなんですかね、結構長いですね、でも150分ぐらいあるんじゃないかないやいや、ちょうどいい季節ですね、寒い季節で、ね、読んで、読んでね、見てもらえれば、そうですね、ゆっくり過ごせる、3時間ぐらいの3時間ぐらいの
ですよね。寒い時期には長い映画もいいかなということで、まあ、他にも先ほど言いましたセブンだったり、なんだろう、ドラゴンタトゥーの女っていうのもデビッド・フィンチャーの監督の作品ですので、ぜひお場所に来ていただければたくさんありますので、はい、場所分からなかったらさっきに聞いていただければご案内しますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、以上でございます。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、ロウさんありがとうございました。はい、やっぱりね、ロウさんが読み聞かせをすると人が増えるんですよ。また来週もよろしくお願いします。はい、では、ここで1曲またお聴きし、ね、歌っていただきたいと思います。はい、今日もう1組ゲストが来てます。花岡俊平くんお願いします。はい、年内でね、活動休止してしまうという花岡俊平くん、ペイちゃんです。はい、準備が整い次第、じゃあマイクの方で、声を聞かせてもらおうかな。ペイちゃん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リカさんの方からパチパチ来てます。ありがとうございます。この放送はね、ツイキャスで同時配信されています。はい、ありがとうございます。後日ね、 YouTube で 4K 放送も配信させていただきますので、はい、はい、先ほどね、ちょっと音が割れてるということもありましたけれども、はい、リスナーの皆さんからね、コメントで音が割れてるとか音が完璧ということで、はい、来ていただきまして、はい、ペイちゃん久しぶりだね。ペイちゃん風邪ひいてないかい、大丈夫かい。風邪ひいてないです。はい、大丈夫ですね。はい、大丈夫です。はい、はい、今ね、ちょうどね、ツイキャスの画面では天井が映ってますけど、はい、これ 4K 配信ではまたペイちゃんの顔のアップが映ってますので、はい、どう、はい、はい、ではペイちゃん今日は、はい、線香花火を歌うということで、はい、はい、歌います。はい、じゃあ、ペイちゃんにマイクお渡ししますので、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。スパッツと一緒にここで聞いてます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、花岡俊平です。線香花火という曲を歌います。聴いてください。止まった時間を進める。
花岡俊平線香花火ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ペイちゃんね、ここに出た出演者全員に聞いてるんですけど、はい、今週のテーマなんですけど、はい、今週のテーマは私の中の流行ということで、はい、なんか今年、流行に乗っかったものとかマイブームとか流行語みたいなのってあります？最近ですね、あの本当最近なんですけど、うん、ハマってるものがあって。おハマってるものがある。はい、あの最近ハマってる、あの僕あの皆さん絶対やったことあるんですけど、最近けん玉ハマってて。けん玉けん玉ハマってるんですよ。あーいいですね。そうそうなんです。最近ね、小学生中心にけん玉がまたブームになってまして、そうなんですよ。はい、で借りてやってるんですけど、近々ちょっとあのマイけん玉ちょっと買おうかなと。おちょっとけん玉、ね、お菓子でもけん玉置いていただけると多分バカ売れになると思います。けん玉ちょっとぜひおすすめです。けん玉って舐めてかかると非常に奥の深いもので、うん、日本けん玉協会検定のけん玉ってのがあるんでね。そうなんですよ、ね、なんでこんなこと詳しく言うと、私けん玉初段なんです。しかもけん玉だけ左利きっていうね。すごいですね。私隠れた経歴がありまして、実は姪っ子とかにも、はい、けん玉をやってるとか、学校でけん玉が流行ってると。で今小学生でも本当にあの剣の先にサクッと刺したりするのを、うん、糸も簡単にやってのけちゃったりするので、うん、ペイちゃんもしね、はい、このおからじ時間があったら、はい、けん玉の実演としてゲストに出てもらっても構わないので。わかりました。来年ね、これ、はい、活動休止した後ぜひけん玉で、けん玉で名人でっていうことで出てもらっても構わないので、歌わけじゃなくてこうけん玉をやるっていう。わかりました。皆さんね、結構ひそかなブームっていうの乗っかってらっしゃるみたいですね。あ、そうですよね、はい、店長もなんか競技けん玉みたいなのを初めて見るっていうのはいかがですかね。そうですね、はい、レトロなゲームとかもいいですよね。そうですね、はい、本当昔ながらのおもちゃっていうのは何年かサイクルで再燃してきますのでね。ゲームでもテレビゲームだったらファミリーコンピューターとか。あ、今そうですね、最近ねミニファミコンとか出ましたね。生産追いつかなくなって、なんかプレミアがついてるみたいですけれども、はい、一周するっていうのもあるかもしれないですよね。次は何がブームに乗るかっていうのを先にお箇所から発信するって面白いじゃないですかね。これが乗ればね、うん、またお箇所っていうのがなんとか発祥の地みたいになりそうな気もしますので、ぜひね、はいはい、ね、ペイちゃん、はい、本当にね、はい、今年ということで、はい、活動休止になっちゃいますけど、あともう何回かしか活動の場がなくてね。あとですね、はい、1回ですね。あと1回、あと1回で本当に次がラストなんですね。本当に次がラストで終わります。はい、ぜひね、今年いっぱいはでも、はい、おからじ来てくれるよね。あ、頑張ります。はい、ぜひぜひ、はい、音楽ゲストとしてお待ちしてますので、はい、はい、来年急に歌いたくなっちゃったって来てもらってもいいだよ。はい、わかりました。ということでね、はい、ペイちゃんには最後までまたね、お話をしていただきたいと思います。はい、では、今日のゲスト、花岡俊平くん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それで私ちょっと聞き忘れてたんですけど、はい、ロンさんに私の流行って聞きましたっけね。聞いてないんですよね。ロンさんについてはまた後ほど ね、はい、お話をしたいと思うんです。あ、ロンさんいた。さあ、ロンさん聞くの忘れてました。ロンさん、私の中の流行ということで今年それね、それね、あったね、はい、何か流行、自分でブームになったものとか、何か流行に乗ったものってありますかね。いや、それはですね、まあ、毎日ですね、私ね、吐いてる言葉があるんですよ。非常にですね、ここで言えないようなちょっと汚い言葉をね、毎日入ってます。はい、はい、YouTube に載せますので、ちょっとまずいでしょ、はい、まずい。うん、これからね、出るね、ドトールの副店長を称している、ドリ君がですね、はい、ドリにいつもですね、やろうとよく言ってます。バツ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 やろう、そう、苦がつきます。
てくくくくがくくがつくんですね、うん、はい、ありがとうございました、はい、またそれは後ほどね聞かせていただきますので、はい、あの本当にね YouTube 削除されましたなってしまうので、そうですね、はい、今日はちょっと、はい、不適切な用語はあの今週のキーワードにもできないっていうね、できないですね、はい、ということで、はい、じゃあねちょっと早いですけど、はい、次のコーナー行きましょうか、はい、ドリルのドトール日記ということで、はい、はい、今週はドリルさんはいらっしゃいますかね、いますのでドリルに、はい、では、ね、はい、ちょっと後ろで後ろがねちょうどドトールコーヒーということで、これ、ね、実際紹介してないですね、あ、いらっしゃいませ、はい、ドリル小野寺さんです、よろしくお願いします、お願いします、今日はね本当にカフェということで、はい、はい、これはカフェ用のケトルね、そうです、これはカフェ用のケトルというわけではないんですが、はい、はい、あのちょっと今日別に用意してきました、お持ちいただいて、はい、はい、ちなみにコーナー入る前にこれ全員に聞いてるんですけど、はい、今年、はい、自分の中での流行って何かありますか、今年の流行ですか、はい、今年やっぱりコーヒーショップ始めましたので、はい、やっぱり毎日コーヒー飲むっていうのはベタでもやっぱり流行の一つですね、そうですね、毎日のコーヒー、はい、なんか健康的にもいいということで医学的にも証明されてることらしいですね、はい、なんか三大要素があって、はい、利尿効果もある、強心効果って、まあ、はい、強心効果と興奮作用があるというふうに言われてるので、はい、体的にもいいっても証明されておりますね、うん、ぜひね、毎日コーヒーを飲んでいただければ、これ以上話すと高岡先生と中身が被ってしまうので、ね、そうですね、やめておきましょう、はい、じゃあ、はい、マイクをもう一台持ってきます、とりあえず私のマイクを使って、じゃあ、はい、スポーツ店長とおすすめの商品を話をしてください、あ、はい、ありがとうございます、はい、はい、は、はい、まず一つ目何でいきましょう、はい、まずはあさってから発売の商品で、あ、後ろ持っていただいてますね、はい、ありがとうございます、はい、はい、あさってから発売の、プレミアムマイルドブレンド、はい、プレミアムマイルドブレンド、はい、これ冬限定の特別なコーヒーということでですね、はい、はい、コーヒー豆とドリップコーヒー1個ずつ1種類ずつ発売されます、はい、ちょっと匂いまたこれ変えてもらえますか、はい、ぜひ、はい、ビスケットのように香ばしくてっていうふうに言われてるんです、匂い、ごめんなさい、ここから食べます、はい、ギューッと、あ、このドトールのロゴのとこから匂いが変わるんですね、はい、ちょっとちょっと匂い嗅いでみてください、あ、本当だ、結構香ばしいような、コーヒーというよりも何かこう、はい、そのクッキーとかクラッカーとかそういう感じの、そうですね、はい、スナック感覚のような、はい、ね、香りがします、まあ、その香ばしく、はい、新鮮な、これも届いた豆の、届いたばかりの新鮮なコーヒー豆なんですけど、はい、やっぱり香ばしさっていうのがあると思いますね、はい、でパッケージこれ起用されて、まあ、結構かわいいなっていうパッケージだと思うんですけど、先週もこれあのアピールさせていただいたんですけど、はい、クリスマスのケーキですね、はい、と一緒のこれ子供が描いてるデザインなんです、あ、お子さんが描いた、はい、デザインなんですね、はい、この、はい、子供地球機械っていうところですね、はい、でもう東京デザイン、まあ、デザインされてね、これちょっともうちょっと大きく見せましょうか、ちょっと、今週から ねアシスタントでモデルのくるみを使ってます、うちの事務所の若手なんですけれども、はい、よろしくお願いします、ぜひ、はい、すごい可愛いパッケージになってるんです、はい、温かみのあるっていうか、そうですね、はい、はい、パッケージをいただければ、あ、大丈夫だよあのモデルさんカメラ慣れしてますので、あ、ぜひぜひ、はい、はい、でこういう風に言っててもやっぱりこの味気になりますよね、そうですね、はい、言うてもやっぱり味が気になりますよね、はい、私もこれ飲んだことないんですよ、本当なんですか、あさってから発売です、あさってから発売ということで、なのでちょっとみんなでぜひ、はい、ドリップコーヒー、あ、のものそれでケトルをお持ちいただいたんですね、はい、ちょっと私たちで申し訳ないんですけども、はい、まずちょっとあれしてみれば、この放送の何が楽しみってね新発売前のものがいち早くこう、はい、味わえるということでね、非常に楽しみにしております、はい、私ね今日ここに11時半ぐらいに入ったんですけど、今日ミラノサンド1個しか食べてなくて、ちょうどねお腹が何かを欲求してるんですよ、はい、ぜひぜひお願いいたします、これはどういうか、あ、いわゆるドリップコーヒーというコップの上に、はい、そうです、もうお湯を注ぐだけで、はい、はい、コップの上にセットしてお湯をかけていただいてコーヒーが出るという形式のコーヒーですね、はい、ドリル小野寺さん自ら、はい、はい、セットをしていただいて、はい、はい、
はい、開け口開けるときね、ちょっと粉が飛びやすいですので、お台所かなんかでね、入れていただきますといいと思います。これちょっと袋の香りを、あ、すごいコーヒーのいい香りがやっぱりしますね。コーヒーって飲むのも楽しいんですけど、封を開けた時とかね、お湯を注いだ時の香りもまた格別ですからね。はい、お時間も限られていると思います。早速です、ね、はい、ぜひぜひ、はい、はい、やはりお湯は少量ずつ注いだ方が美味しいんですね、はい、なぜ最初この蒸らしっていう効果があるんですけれども、はい、でちょっとコーヒーの注いで、はい、粉の成分を存分に出せるように少しちょっと蒸らしっていう効果、少量蒸らす程度に入れる、はい、ということですね。はい、これ私もね、実はコーヒーをよく飲むんですけれども、このコーヒー用のケトル、口の細いものですね、これも買って、はい、いろんな入れ方で私も飲んでますので、コーヒーにはうるさいつもりなんですけど、ドトルさんのコーヒーは美味しいんですよね。本当ですか？香りが立つのもあるし、あと時間がない時のためにスティックタイプのコーヒーっていうのも便利ですからね、いろんな形で飲ませていただいてます。はい、これ蒸らしが終わってからコーヒーを、そうです、大体20秒から30秒蒸らして、はい、はい、今ちょっとずつ落ちましたんで、はい、もうスーッと落としますね。ちょっとずつ落ちたのが目安ということなんですね。そうですね、目安です。バーッと注いで、はい、本職の方からね、コーヒーの美味しい入れ方を入れてっていう、さらにコーヒーが飲めるってなかなかないですからね。そして明後日から発売する、はい、プレミアム名前のコーヒー、ね、はい、これこそもうプレミアムなお茶の瞬間ですね。はい、ではちょっと見えやすいように画面を倒しましょう。はい、こういう形で今蒸らしがあります。1個だけね、じゃあ画面の前にこういう風に置いておきましょうか。はい、はい、これ本当に家でも簡単に、はい、飲めますし、はい、でこのはい、モデルではないロン大久保さんが今、はい、商品の説明をしていただいてます。コーヒー豆って実際その賞味期限って言われてるものが結構短いんですよ、1ヶ月。そうですよね、非常に生物に近いというふうに言われてると、はい、鮮度が大切、はい、このドリップコーヒーでいくと1年以上持ちます。1年以上、はい、はい、ゆっくりも本当に楽しみできるかなというところですね、はい。と言ってお話をしているうちにだいぶコーヒーが落ちてきたという形ですね。これ次注ぎ終わりましたら飲めますので、はい、ごめんなさい。さあ、じゃあこのお湯が落ちきるとコーヒーが、はい、飲み頃という形ですね、はい、はい、これ一杯だいたい 120cc ぐらいが適されてるんですけど、はい、120cc、はい、うちのこうドトルさんの紙コップぐらいの大きさということですね。そうですね、うちの紙コップちょうど適量で入れると 135cc なんで、そうなんですね、はい、ちょうどいいぐらいだと思います、はい、それをちょっとカップの8分目、あるいは7分目ぐらいが目安という形で、はい、はい、だいぶ落ちきってきましたね。はい、さあもうね、香りの方だけで私お腹が空いてきましてはい、はい、あ、トレが参りましたね、はい、はい、ではこれを、はい、トレーの上に置いていただいて、はい、あ、ここにポンと置いちゃって構いませんね。大丈夫ですか？ますので、はい、これをじゃあこのままポンと置いて、はい、皆さんもポンと置いちゃってください、はい、これはこのままいただいてしまってよろしいですかね、はい、ではすいません、ブラックでいただきます。はい、あ、いい香り、本当にいい香りしますね。すばらしい、ぜひ飲んでいただきます。はい、あ、いい香りですね、うん、で香ばしいです、うん、本当に香ばしいんですけど爽やかなんですね、飲み口が。これ飲みやすいんですよ、非常に、ね、ドリップコーヒーってコーヒーの中では濃厚すぎてあまり口が進めないコーヒーがあるんですか？これは全く真逆で、はい、スルスルっと本当に後味にコクがありますね、うん、飲んでると。そして華やかさがどっか残るんですよね、うん、いや美味しいですね。いや美味しいですね、これ、うん、冬季限定って書いてあるんですけど、はい、1月の25日まで取り扱い、1月の25日まで、はい、はい、1月の25日からまた新しいコーヒー豆が出ますね。ドトルさんは本当に期間限定ということでね、多いんです、いろんなコーヒーを出していただけますので、はい、はい、なので本当に次出るのはちなみにまたパプラの、はい、はい、パプラニューギニアの豆が出ます、はい、はい、それはギフトだったりとかですね、まあ、そういうのでもいいですよね、はい、プレゼントだったりっていうのも。そうなんですよね、はい、これ本当にプレゼントとかにもよく適していると思いますよね。これはそうですね、うん、本当にプレゼントとしてもいいですし、はい、急な来客の時にわざわざコーヒー豆を挽くというのが時間かかりますので、はい、開けて注いでいただくという形で今日ちょっと贅沢な味が再現できますのでね、はい、これはいいな、はい、あと1分しかないからやっぱりカリスマスのケーキ最後はねしてきますね、はい、はい、ぜひぜひ
ケーキですね、はいはい、クリスマスといえばやっぱりクリスマスケーキ、毎回ね、ということで毎回言ってますけど、はい、トカチもだいぶケーキ激戦区ですけれども、ね、そうですね、はい、ケーキの美味しい店は多々ありますが、その中でドトールさんのケーキですね、はい、はい、でこの前ちょっとドトールの会議っていうのがあってですね、はい、1ヶ月に1回の会議に行ってきて、はい、で北海道支店って大体20店舗ぐらいあるんですよ、ドトール全国で1100店舗ぐらいあるんですけれども、あ、そんなにあるんですね、はい、北海道は20店舗で、はい、その中でケーキ予約どんだけみんな取ってるのっていうところがあって、はい、うちの店ダントツで1位でした。ダントツでケーキの予約が1位ということで、はい、そうなんです、なので、はい、これ数量限定になりますので、はい、なくなり次第終了となりますから、はい、ドトールさんのクリスマスケーキ本当美味しいですから、美味しいです、はい、はいはい、ぜひ注文なさってください。数量が限定ということでね、はい、はい、ありますので、12月の15日まで、はい、12月15日までということです。はい、はい、今週も、はい、ドリル小野寺さんからのドトールの情報でした。ありがとうございました、はい、すいません、ありがとうございました、ありがとうございます。ゆっくり飲んでください。はい、じゃあ引き続き番組の進行と一緒にこのコーヒー楽しませていただきます。はい、ありがとうございます。さあではね、このドトールのコーナーでじゃんけん大会を、恒例のおやつを、ね、はい、行っていきたいと思います。はい、では店長、今週の商品は、はい、今週の商品はですね、はい、かぼちゃのタルトを3つ、かぼちゃのタルトを3つ、はい、3つと、あ と、ま、と、はい、抹茶ラテのホット、抹茶ラテのホット、はい、ホットに関してはこの後入れますので、はい、熱々のまま、じゃあ入れたての抹茶ラテを2つ、合計5名様ということですね。そうですね、はい、はい、では、これアイスかホットかは選べるということですね。そうですね、あ、ホットですか、ホット、はい、ホットですね、ホットですね、はい、はい、ホットの抹茶ラテということで、はい、では早速じゃんけん大会始めていきたいと思います。さあお近くで、ラジオ聞いてる方、客席の中から今から抽選会始めます。今この段階でいる方でも構いませんので、ぜひこの中央にお集まりください。無料でケーキが当たりますので、はい、ドトールのケーキと抹茶ラテですね、はいはい、非常に毎回倍率高くなっておりますのでね、ぜひぜひ来てください。そしてね、今回もマイクちょっとお渡しします。ドトールコーヒーの宮本さんです。はい、こんにちは。はい、前回はね、残念ながらティーラビットソンに勝ってしまいまして、はい、それでね、ティーラビットソン、ちょっと聞いてください。先週勝ったじゃない？さすがにさ、出演者が商品持って帰るのはなんだっていうことで、代わりにラビットソンの私物をプレゼントということで、今回用意しました。お、持ってきました。ということで、この5名様の中で、放送が終わった後、さらにじゃんけんをしてもらって勝った人、 T ラビットソンさんの私物が当たります。はい、本当に使ってたものなので、これ、でも私中見ましたけど、あれ結構いいもんだよね。そうでもない、まあ、でも使えるものだよね。まあそれ秘密にしときましょう。当たった人だけのお楽しみで。はい、じゃあ、早速じゃんけん始めていきます。さあ前の方に集まってくださいって、もっくんまた並んでるね。もっくん出る気満々だね。違います。あ、違うの？でもやるんでしょ。あ、もっくんじゃないんだ。もっくんじゃない人が、もっくんにそっくりさんな人が並んでるのね。はい、じゃんけん大会がこれから始まります。出たい方はぜひね、ここの前、宮本さんというスタッフが前にいます。この方相手にじゃんけんをしていただいて、勝った方、負けと愛子の方は残念ながらそこで終了ですけれども、今回倍率高いですよ。このままだとほぼ全員に近い形でプレゼントが当たってしまいますので、ぜひぜひ、ほぼ今勝率 80% ぐらいのところにいるのかな。はい、あと1分ぐらいで締め切りますよ。さあ大丈夫かな。はい、もうフロア全体、この放送を聞いてる方構いません、もうちょっとで締め切ってしまいますが大丈夫ですかね。これもう一発で勝負が決まるんじゃないかっていうぐらいの、出ればいい。はい、ドトールのケーキと、ケーキと抹茶ラテが当たります。大人気のかぼちゃのタルト、はい、かぼちゃのタルトが当たりますので、ぜひぜひ参加されていただい、参加されてください。よろしいですか。まもなく締め切ってしまいますけど、本当にこれ勝率 80% になっちゃうな。大丈夫かな。ずるい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 。さあ私物と引き換えに出ても構わないよ。はい、じゃあ行きますよ。ここで締め切りますよ。本当に勝率 80% になっちゃったね。では締め切ります。後ろの方大丈夫ですかね。参加される方もしいたら、はい、
今入った方もじゃんけん大会だけ参加していただいても構いません。締め切ります。10、9、8、並んでも大丈夫ですよ、今。じゃんけん大会参加できれば。あ、1人来ましたね。ぜひぜひ、じゃんけん大会参加されてください。あ、よかった。では、一番後ろの方が真ん中に来た時点で締め切りとなります。はい、じゃあ、おそらく1回勝負となりそうです。はい、では行きますよ。はい、では、皆さん参加されたい方、手を挙げて。では宮本さんとじゃんけんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ駆け引きは今回なし、一発勝負でいきます、はい、宮本さんとじゃんけん、せーの、じゃんけんポン、グーです。はい、パーを出した方、それからね、同じグーを出した方、まずは当選です。ありがとうございます。はい、当選された方にドトールのケーキもしくは抹茶ラテが当たります。はい、ということで今回一発勝負とさせていただきますので、この方3名の方、モックも当たりやがったな。またモックには私物をプレゼントしてもらいますので、はい、ぜひまた来週ご期待ください。ではここで後ほどディレクターの方からケーキもしくは抹茶ラテということでお渡しいたしますので、はい、では抽選会のコーナーはこれで終了となります。ありがとうございました。また来週もプレゼントしますので、宮本さんもまた来週お願いします。はい、はい、ではさあここでね、告知ということでゲストを呼ばせていただきたいと思います。プロデューサーの安藤さん、よろしくお願いします。マイクを渡します。ありがとうございます。安藤さんね、今日フィールミュージックというイベントのプロデュースをしていただいて、はい、ということでね、安藤さん、はい、今後も、はいはい、ライブの予定がお箇所であるということで聞いたんですが。そうですね、はい、札幌のシンガーさんです、はい、はい、リホちゃん、はい、はい、ですね、はい、今曲が流れてますけどね、はい、まあ、別に僕は何でもないんですけど、あ、一応ね、プロデューサーとして、はい、リホさんということでご紹介いただいて、はい、今日はリホさんと電話がつながってる。そうですね、ここに今つながってる。つながってます。これ呼び出せばリホさんつながるのかな。ちょっと呼んでみましょうか、はい、もしもし、リホさん、もしもー、あ、つながってる。リホさん、こちらおかしょラジオ、おからじと言います。MC やってる台形と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。リホさん、突然すいません、今そちらはどちらでしょう。あ、今ですか。はい、今は小樽から。あ、小樽出身ですので、小樽のご自宅ですかね。そうですね。あ、すいませんね、なんかあのくつろいでる時に申し訳ないです。はい、はい、ちょっと告知をさせていただきますね、せっかくですので。はい、はい、来月12月18日日曜日ですね。はい、はい、帯広のお箇所で、ライブを行うということでお伺いしてます。はい、はい、小樽を中心に活動されているということで、せっかく電話がつながってますので、リホさん、何かメッセージ残していただきたいことがありましたら、ちょっと 1,2 分お時間は差し上げますので。いいんでしょうか。はい、喋ってください、ぜひ。じゃあリホさん、はい、せっかくですのでどうぞお話しください。はい、本当にいつも帯広ではお世話になっているんですけれども、今回12月18日の日にですね、おかしょでリリースライブ、インスタライブをさせていただくことになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、実は12月16日その発売日ですね、ビリーブというファーストシングルを出すんですけども、はい、そのリリースライブをですね、札幌でやるんですけども、はい、ありがたいことにちょっと完売してしまいまして。ソールドアウト、それはおめでとうございます。はい、ありがとうございます。でもその2日後ですね、こうやって帯広で、はい、ライブをして、しかも観覧無料ということですので、はい、皆さんにぜひ一人でも多くの方にこの音楽を通して出会うことができたらいいなと、はい、思っております。はい、お箇所のドトールコーヒー多分人だかりになるのは必死だと思います。はい、本当になればいいな、はい、待ってます。はい、12月18日の14時から、それから16時からということで、はい、2回公演があります。はい、はい、リホさん、最近ね、風邪なんか流行ってますので、体調も気をつけてご自愛なさってください。はい、ありがとうございます。はい、私もぜひ楽しみにお待ちしていますので。はい、ありがとうございます。はい、すいませんでした、ありがとうございます。ではまた、はい、よろしくお願いします。ではリホさんでした、ありがとうございました。
ます。はい、安藤さんありがとうございました。もう一度告知をしますね。12月18日14時からと16時、リホさんのライブがこちらウォーカーショーでございますので、ぜひぜひ、はい、はい、これは本当に素晴らしい歌声ですので、はい、はい、と言いながらもう残り時間がありませんので、はい、エンディングの時間になりましたね。ラビットソンとモックン、さあ最後のコーナーになってきましたので、はい、さあじゃあ最後の曲を1曲演奏していってください。はい、はい、この時間ね20時3分に始まりましたので20時33分に終了の予定です。はい、あと3分、あと3分で大丈夫かな。はい、ということでじゃあ準備をしている間に今週のキーワードって何かありますかね。今週のキーワードですね、はい、じゃあ曲の後に最後曲と被るかもしれませんがちょっとお話をしたいと思います。はい、ではお願いします。 OK、ツイキャスご覧の方は放送終了しておりますが、さあ最後のコーナー、はい、スパッツ店長、今週のキーワードのコーナーですね、はい、これ、YouTube ご覧の皆さんキーワードをご覧になっていただけると、はい、はい、今日はですね、はい、昼からフィールミュージック、はい、フィールミュージックがありましたね、はい、開催されてましたので、はい、キーワードはフィールミュージック、キーワードはフィールミュージック、はい、というふうに言っていただければ、はい、先ほどドトールのコーナーで紹介させていただいた、はい、プレミアムマイルドブレンド、これですね、はい、プレミアムマイルドブレンド、はい、このコーヒー、はい、あさってから発売なんですが、はい、来週の水曜日まで、あさってから来週の水曜日まで、フィールミュージック、あともしくはおからじ見たよって言っていただければ、はい、これで100円引きにさせていただきます。100円も引いてくれるんです、はい、
50円かと思ったら100円でいいんですね。はい、はい、ヒールミュージックあるいはおからじ聞いたよ見たよと言っていただけるとドトールでこのコーヒーが100円、はい、100円引きということですね。私もちょっとびっくりしました。あさってから来週の水曜日からですね。あさって土曜日から、あ、金曜日からですね、ごめんなさい、あさって金曜日から来週まで、はい、はい、ということでフィールミュージック、多分ね YouTube にはフィールミュージックの回というふうにタイトルが出ると思いますので、はい、はい、毎回ねキーワードの回ということで放送が流れますので、はい、ということでね、ツイキャス終わりましたが YouTube ご覧の皆さん最後までご覧になっていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、お相手は大稽古と久米田大と、はい、お菓子イーストモール店店長の渡辺でした。はい、ありがとうございました。また来週。